トビズ。日銀が11日に発表した10月の企業物価指数は1年前より9.1%上昇しました指数は2020年を100とした場合117.5で過去最高となりましたエネルギーや原材料価格が高騰していることや円安が進んでいることなどが影響しました 上げ幅は9月の10.2%から縮小しましたが、高い水準での伸びが続いていて、1年前を上回るのは20ヶ月連続です。項目別では、電力・都市ガス・水道が43.2%と大幅な上昇となったほか、鉄鋼も22.4%上昇しました。また、輸出入別に見ると、輸出は18.8%です。 輸入はそれぞれぞ上昇しましまた今後、企業が上昇分を小売価格に転嫁させれば家計の負担がさらに増す可能性があります。